今日は朝から収録に行ってきました。何のお仕事かまたお知らせします。お知らせいたします。今日も前髪流してたけどさ、もう雪が降っててもう取れちゃった前髪の巻きも。亀さん鍋ありがとう。大吉さん可愛いありがとう。トートさんお断りです。鍋配信しないです。配信しないよ。ミキミキさんレインボースターありがとう。ヤスベさん可愛いありがとう。鍋お昼はソラハさんも今日お仕事あった。私も別の別々今日一緒じゃなかったんですよお仕事。けど昨日の夜にソラハさん家行って明日ご飯行きましょうって約束しとったから、お仕事終わった後に3時ぐらいからご飯行きました。だから中途半端な時間に食べたんですよね。超中途半端な時間に食べちゃったから今お腹空いてないけど、多分1時間後ぐらいにはお腹空いてる気がする。楽しみですね。安兵衛さんお断りです。健太さんお断りじゃなかった、可愛いありがとう、勝手に断っちゃった。コキンさんハートありがとう。可愛い断ってしまったごめんね。もうお断りのあれが染みついてしまいました。ひろちさんこたつみかん2個ありがとう。こんばんは。今日はね2万歩ぐらい歩いてました。びっくりした、そんな歩いてたんやと思って。寒いですね。今帰ってきたよ。ソラハさんとスーパーに行きましたソラハさんとスーパーに行って買い物してきた。楽しかった。炎上さんタコありがとう。ヤシさん花束ありがとう。ございます。ありがとう。そう、めっちゃ歩いてた。そう、私もさ今日6時ぐらいに起きたけんさ、もう睡魔がすごくて、サラハさんもね眠いって言ってた。だからもうお互い眠たいからお鍋中に寝ないようにしなきゃ。お互いお疲れの中ありがたいです、遊んでくださって。私が昨日寂しいって言ってたから、寂しがって孤独を感じてたから、そう付き合ってくださったんですね先輩が。ありがたい、嬉しい。でも今日は申し訳なかったですね。ね、優しいよねソラハさん、いい先輩。でもずっと1年ぐらい前からソラハさんにセリカって呼んでくださいって言ってるのに、なんかセリカっていう呼べないって言われて、絶対に嫌だって、もうめっちゃ断られるんですよ。もうセリカって呼んでほしいですって言ってもなんかパセリって感じだからって言われて、パシって感じだからって言われて、もうずっと1年ぐらい断られてるんですね、呼んでほしいのに。そういうのはおしめに呼んでもらいなって言われます。でも私はソラハさんに呼んでほしいのにね。いい先輩、本当に優しいです。本当に私が落ち込んでたら連絡くれるし、お家に呼んでくれるし、寒いからって言ってモコモコの上着かけてくれるし、今日も出かけてくれるし、超優しい、いい人。ちゃんとなんか私も優しさを返していきたいなと思います。優しくしてもらってばっかりだから
ともっちさん、ハート100個ありがとう。なんか返せてるかな、ちゃんと。そらさんに髪がボッサボッサボッサ。そうですね、人に優しく私もしていこう、していこうって、今は、今がどうか分かんないけど。まこばやさん、ハートありがとう。つよしーさん、ハートありがとう。前髪切ろうかな、どうしよう、切ってから行くか切らずに行くか悩みますね。結構もう伸びてきてて、超ね、こう目の視界に入ってくるんですよ。つよしーさん、ハート100個ありがとう。安藤安治さん、ハートギフトありがとう。ありがとうございます。切ろうかな前髪、今切っちゃおうかな、切っちゃおうかな、切ろ、切ります。ちょっと待って、はい、切ろうかな、もう後から切ろうかな、どうしようかな、悩むな。でも私切りすぎちゃいそう、中学校の時さ切りすぎてさ、前髪こんだけしかなかった、ここまでしかなかった、なんなら髪もこんなだった、こんなベリーショートで髪ここまでになったんですよ。自分で切ってて、さ、この間から私人と話さなかったって話をよくするじゃないですか、学生の頃美容室に行くのも怖くて自分で切ってたんですよ髪を、ずっと人と喋りたくなくて、でもうすっごい切ってた、もうこんな、もうここももうこの、これもこんぐらい、この長さもなかった、これ、このあるじゃないですか、ここの毛、これが全体の長さみたいな、で前髪ここかろうじてあるみたいな感じでした。写真がないよ、でも携帯持ってなくて、その時切ろうかな、切っちゃうかな、ちょっとゴミ箱取りますね、よいしょ、はい、切っちゃおうかな、はい、くし、くし、でも前髪自分でいつも切ってる、でも伸ばしたいな、え、どうしよう、伸ばすかな、もうちょっと伸ばしたらいい感じに巻ける気がするけど、巻くの似合わないかもしれない、切りましょう、いやでもな切りましょうね、ちょっと待って、この辺、これも前髪、どこまでが前髪、眉毛がもう取れてる、落ちてる、これも前髪かな、違うかな、ちょっと、どこまでが前髪だ、ここ、これ、ここまでかな、ここかな、いやでもな、ちょっと私前髪のさ生え癖がすごくて、ここ違う、これ違う、ここまでかな、ここまでな気がします、ちょっとここまで切ります、はい、いきます、お、短くなったくない、こっちは、でも顔にめっちゃ髪の毛ついてる、どう、ほら短くなったか、待って、ピン止めなきゃ、あー、ピンがない、メイクポーチあっちだ、ほら短くなった、どう、わあ、今日浮いてるんですよ、ちょっと前が、よし、
こんぐらいかな。ちょっと浮いてるからさ、あれだけど短く見えるけど、こんぐらいですかね。どうだ？OK かな？どうでしょうか？うん、いいかもしれん。ちょっと顔にめっちゃ髪の毛がついてるけど、見えない。このアンナに、川俣アンナちゃんに誕生日にもらった鏡を見てみますね。うん、大丈夫だ。オッケー、切れました。切れたよ。まあ、いつも自分で切ってるからもう慣れたものですね。はい、オッケーです。いい感じじゃん。これで今日お仕事行けばよかったな。この後もうお風呂入るから。おお。ガタガタに見えるのはここが浮いてるからなんですよ。でも多分落ち着いたらちょうどいいと思います。よし。伸ばしとけばよかったかな。どっち？まあいいか。もう切ったものはつけれないからね。もう諦めましょう。伸びるのを待ちましょう。そうするしかないですね。そうしましょう。そう、すぐ伸びるんですよ。1週間ちょっとしたら多分もうすぐさっきの長さ。今日メイク薄いかもしれん。マスクで取れたかも。みんなどれくらいの頻度で切ってるんだろう。メンバーたちちゃんと切ってもらっとるんかな。美容院で、美容室で。私は全部自分です。全部じゃない、これは切ってもらってるけど、前髪は自分。です。ありがとう、見てくれて切る様子を。このあとまたメール送りますね。割と配信で切る子見る。あ、本当？結構切ってますか？よかった、私だけじゃなかった。私がなんか切ってても他にも人がいると思ったら大丈夫、安心するね。失敗してこんなガタガタならなくてよかった。ちびまる子ちゃんみたいな前髪にならんくてよかったですね。今日さ、髪を結ぼうかと思ったんよ、収録の時に。あの制服だったから、衣装が結ぼうかなって。なんか制服の時は首元を出した方がすっきり見えるから結ぼうかと思ったけど、結んだらさ、そう、帰る時とかもずっと一日引っ張られるしなとか思って、珍しくおろし髪で巻いてもらったんですよ、メイクさんに。だからまた何か情報が解禁されたら教えますね、何のお仕事か。クルンクルンってしてます。めっちゃ細かくなんかくるくるしてくださった。雪だったからね、もう取れちゃってるんですけど。でもね、あれを収録しとって、ここにマイクをつけるんです、衣装のここの襟のとこにピンマイクを。したら途中でパセリって言われて、スタッフさんに、そのカメラマンカメラとかいろいろなんか音響とかいろいろチェックしてるスタッフさんがパセリって急に出てきて、はいって言ったら、あの髪の毛がマイクに当たって全部ゴソゴソ言ってるって言われて、それでメイクさんにもう片方こっちは後ろにやってくださいって言われたから、
こんな感じでした。今日片方後ろでこっちだけ前みたいな髪型になってた。そう、そういうのあるんですよね。お、15分経ったね。じゃあソラハさんとお鍋します。そうなんですよ、マイクにちょっとでも何かしらがこう当たったりすると音を拾っちゃうので、ちゃんとおとなしくしとかないといけない。リコちゃんとか大丈夫なんかな。普段結構さ身振り手振りで話すけど、ちょっとコツ聞いてみようかな。お鍋します。ではでは終わります。短くて申し訳ない。しかも事前にお知らせしてなくて申し訳ないけど、また配信明日します。よろしく。ごめんね、申し訳ないわ、本当に申し訳ない。あーごめんなさい。かまちゃんこたつみかんありがとう。ごめんみんな、調子さんエスありがとう。あ、そらさん始まった。そう、私は急いでもうこれからお風呂入って全部準備、寝る準備万端にしてからそらさんとお鍋するから。ではメールでまた送ります。ありがとうございました。誕生日見ます。ほんとごめんね、短くて申し訳ない。あ、すごい罪悪感で、ああ押しつぶされそう罪悪感に。罪悪感。じゃあまたね、明日。13位から読みます。13位としきさん、12位つよしーさん、11位じろくん、10位こうじさん、9位すんすんさん、8位みぎたぴぽさん、7位五目いなりさん、6位じのなにかべぐれさん、5位ひろっちさん、4位みきみきさん、3位ともっちさん、2位しんちゃんさん、1位かめさん、ありがとうございます。じゃあ急いで準備する。またねみんな、ありがとう。あ、スポンジに気をつけて。確かにそうじゃん、お鍋私スポンジ食べちゃうから気をつけます。忘れてた。でも今日はお魚入れないから大丈夫。バイバイ、また明日ね。バイバイ。